休憩を解いて再開いたします。次に進みます。14番篠原敏弘議員。篠原敏弘議員、市民派連合の篠原でございます。今日最後ということでお疲れのところ、もうしばらくお付き合いをお願いをいたしたいと思います。この度の能登半島、地震、これでお亡くなりになった、方々に謹んで哀悼の意を捧げるとともにですね、被災された皆様に心より お見舞いを申し上げる次第でございます。また石川県を中心とするすべての、被災地域、ここが一日も早く復興するということをご祈念を申し上げまして、質問に入りたいと思います。1、塩尻市地域防災計画と具体的な災害対策。今申し上げた能登半島地震災害、から、丸2月が、経過をいたします。報道映像で見ますと、輪島市、珠洲市など被災地域では今も途方もない瓦礫の山、これがそのままになっている状態でございます。一方、応急仮設住宅もようやく建設が始まり、一部でようやく入居が始まったということで、ございます。石川県で応急仮設住宅の入居申請が少なくとも8市町で約8000戸に上り、年度末までに4600戸の着工を目指すということでありますが、これまでに完成したのは約300戸ということだそうでございます。本日発生から2ヶ月が経過と、いまだ避難所や親戚宅などに約1万9000人の皆さんが身を寄せているということで、居住先の確保が依然として課題となっているというようなニュース、これを見るにつけ、地震災害の凄まじさ、これを改めて認識させられるというところでございます。大規模地震発生確率が30年以内に13%から30%という、これは全国有数の発生確率だそうでありますが、これが糸魚川静岡構造線断層帯、それと、境峠神谷、断層帯、この2本そういった、活断層の上に塩地震が乗っていると、いうことで、ございまして、地震災害への備えが、凝縮されているはずの、地域防災計画、これが万全なものであることを、願いつつ、目についたいくつかの項目についてご質問をさせていただきます。1、要配慮者支援計画について。塩尻市地域防災計画の中の災害予防計画、これのメニューに要配慮者支援計画という、一項がございます。これには、要配慮者支援計画を策定し、支援体制計画の構築に努めると、記載されておりますが、この計画は、策定してございますでしょうか。あるとすれば、その内容はどのようなものかお願いをいたします。ここでいう、要配慮者につきまして、要配慮者、とりわけ自ら、避難することが困難であり、避難の確保を図るために特に支援を要する者以下、避難行動要支援者というふうにございます。この避難行動要支援者とされる、具体的な対象者はどのような皆さんか、これについてもお願いをいたします。括弧に、避難所、設営計画について、発災後避難所がいかに速やかに設置できるかということは、生存確保、生活確保、そして後々の復興のレベルまでこれは影響を及ぼすと言われておりまして、非常に重要な要素でございますが、避難所の設営に関し具体的な検討はどの程度、しているのか、計画書にはどのように書かれているのかをお伺いをいたします。
特に地震被災地のどこでも最も大きな問題というふうに言われるトイレ対策、それと福祉難所についてはどのような検討がなされているかお伺いをいたします。かっこ3、災害廃棄物災害ごみの処について、能登半島地震で出た建物のがれきなど災害廃棄物は石川県全体で244万トン、石川県内年間ごみ排出量のこれは7年分だそうでございます。うち珠洲市だけで 57.6 万トン、これは実に、市の132年分のがれきの量ということで、大規模地震災害で生ずる膨大な、災害廃棄物の処理、これを想定しておくことが必要ではないかと思いますが、本市の場合これについてはどうか、特に収集場の確保、この地域内の処理と広域をまたいだ処理、その連携、これはどのような原則になっているのかお願いをいたします。先日の長野県議会議員一般質問でも同様の質疑がなされておりますが、その中で災害廃棄物処理計画、これを全市町村が今年度中に済ませるというふうになっているという答弁がございました。これは塩尻市では策定されているのかいないのかということでございます。括弧4、防災情報提供体制と高ぼっち FM の活用、災害時に被災者に必要な情報がいかに早く正確に届くか、これは減災あるいは復興の大きな、これは要素になるということでございます。能登半島地震でも情報の伝達はかなり錯綜あるいは混乱したようでございます。発災直後の数日は半島内の道路網と通信網、これが崖崩れ等で寸断をされ、一時輪島市や珠洲市等の多数の孤立集落、これが出まして行政からの情報が全く届かない状況が何日も続いたということでございます。こういう時ラジオで聞ける放送情報、しかもそれはできれば地域内にある放送局から発出されるリアルタイムの情報、これが非常に有効だと思います。こういう情報提供体制として、現在本市ではどのような状況になっているのか、市でどのようなことを考えているのかお願いをいたします。塩尻市には、塩尻コミュニティ FM 放送、いわゆる高ぼっち FM、これがございます。一昨年6月の定例会一般質問でもこれを取り上げさせていただきましたが、同 FM 放送の活用状況、現在の状況はどうか、これをお伺いをいたします。過去5、建築物等の耐震化率について、能登半島地震では死亡した方のうち 90% 近くが家屋倒壊で亡くなったと、されております。また膨大な量の倒壊家屋の撤去処分がなかなか進まず復興の妨げになっているとの報道もございます。石川県は、古い木造家屋が多く、耐震化率は 72% ということでございまして、これは全国都道府県の中では41番目、この中でも自治体別に見まして輪島市は 45.2% だそうでございます。かなり低いということで、これは順番がどうのこうのということでは、ございませんが、家屋の耐震化が被害の程度に直結をしていると、これは新聞報道あるいは学者の、説の言説でございますが、その観点からお聞きをいたします。耐震化対策は国土強靭化計画の基本にもなっておりますが、市内の住宅等民間の建物、市営住宅や橋梁等公共の施設、上下水道管路の耐震化率、この状況はどうかお伺いをいたします。また、耐震化補助金というのがありますが、これの利用状況はどうなっていますでしょうか。次、括弧6、奈良川地区防災倉庫整備事業について、奈良川地区防災倉庫の建設が今年度予算に1億1000万円という数字で計上されております。これはどのような施設になるのか概要をお示しをいただきたいと思います。括弧7、
姉妹都市との総合応援協定について、地域防災計画の中の広域総合応援計画、この中で姉妹都市との総合応援協定が締結されているというふうにあります。各都市とのこれは具体的な対策は打ち合わせ協議の機会はございますでしょうか。糸魚川市は今回の能登半島地震でも実際に被害がございました。そして所持と漁師双方ともに糸静構造線の断層帯の上にこれは乗っているわけであります。また南伊豆町袋井市は東海地震あるいは南海トラフ地震で津波災害も含めた大規模被害想定区域にこれは含まれております。避難民の受け入れ等も含めて総合援体制がこれは現実味を帯びる状況と言っていいのではないか、実践を想定した協議の場がそれぞれ必要と考えますがいかがでしょうか。括弧8、地域防災計画の見直し等について、塩尻市地域防災計画の策定母体であります、塩尻市、防災会議、これは今年度は開催されましたでしょうか。開催されたとすればどのような話し合いがなされたのか、そして今年度の地域防災計画、これの見直しはその結果あるかどうかお伺いをいたします。次に大きな2番、帯状疱疹ワクチンについてでございますが、この件につきましては先ほど小松克子議員の質疑で内容ほぼこれは了解をさせていただきました。ですのでこれに関する答弁は結構でございます。後ほど再質問の場面で1点触れさせていただければと思いますので、1回目の答弁は結構です。3、公文書のデジタルアーカイブ化とデジタル書新書について、括弧1、公用文書類のデジタル化保存と活用、膨大な量になります市の公文書、これは旧来からどの自治体でもその保存と活用が課題であり続けてきたというふうに認識をしております。近年の永年保存書類の保存にはこれは本市でも悩まされてきたわけでございますが、近年デジタル機器あるいはクラウド等のシステムのこの普及により市の公文書や資料の保存と活用、これがイコールデジタル化の問題、すなわちいかにデジタルアーカイブ化するかという課題になりつつあるのではないかと、そう言ってもいいのではないかと私は思いますが、その観点でお聞きをいたします。令和3年4月に当議会福祉教育委員会から、政策提言といたしまして、文書館の機能を有する施設の整備に関する提言、これを、行っております。その後これはどういうふうになっておりますでしょうか。そして、現時点で公文書の保存と活用の状況、これが、本市ではどのような状況になっているかお伺いをいたします。括弧2、図書館のデジタル化とデジタル図書新書について、行政アーカイブのデジタル化というと公文書のデジタル化、それと図書館のデジタル化というふうに、本市では挙げられるのではないかなと思います。図書館のデジタル化の現状、進捗状況はどうか、課題があるとすれば何かお聞かせ願いたいと思います。これともう一点、デジ図書新書という、これは県立図書館が運営するシステム、これがありまして、本市の図書館もこのネットワークに参加しているとお聞きをしておりますが、これの仕組みどういうことかと、その概要をお示しいただきたいと思います。4、奈良川診療所の運営について、奈良川診療所の将来見通しについてということであります。これまで何回も奈良川診療所の運営には、私が思うところを申し上げてまいりましたが、なかなか受け入れていただけない部分がございますが、そんな中で6年度予算が示されました。なので2点に絞ってお聞きをいたします。業務委託者、これが松本歯科大病院から松本市立病院に変わったということで、診療日が1日増える、半日ずつでありますが1日増えるというふうになるというご報告がありましたが、前年に比べ、これは予算ベースの
数字でありますが、診療収入が上がっていないと、これはなぜでしょうか。それともう1点、この経営方針が来年度以降も続いていくと理解をしてよろしいでしょうか。以上で1回目の質問を終了いたします。篠原俊博議員の質問に対する答弁を求めます。古畑健康福祉事業部長。篠原俊博議員の一般質問にお答えいたします。私からは1、塩尻市地域防災計画と具体的な災害対策1要配慮者支援計画についてお答えいたします。市の地域防災計画における要配慮者支援計画では、主な取り組みの一つとして要配慮者に対する支援体制計画の構築に努めるとしており、本市においては要配慮者避難支援プランを支援体制の実施計画に位置づけ、市の地域防災計画の要配慮者支援計画及び要配慮者に対する応急活動について平常時の取り組み及び災害発生時の避難支援に関する事項を具体化しております。市の地域防災計画において、要配慮者は高齢者、障害者、児童、傷病者、外国人住民、外国人旅行者、観光客、乳幼児、妊産婦など特に配慮を要する人と定義しており、先ほど議員のご指摘にありましたとおり、その中でとりわけ自ら避難することが困難であり、避難の確保を図るために特に支援を要する人を避難行動要支援者と定義しております。具体的に避難行動要支援者の対象となる方は、介護保険の要支援・要介護認定を受けている方、65歳以上の単身高齢者及び高齢者のみの世帯の方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、妊産婦および乳幼児などになります。要配慮者避難支援プランには、市は避難行動要支援者の情報把握と共有を行うため、避難行動要支援者名簿を作成し整備することとなっており、令和6年2月現在、名簿の登録者は894人となっております。今後は名簿に登録されている方のうち、個別に避難計画を作成することに同意していただいた方については、より具体的な個別避難計画を作成するとともに、ご本人や支援者の同意を得た場合は、災害発生時に備え、避難支援の実施のに必要な限度で、地域において避難支援等を行う関係者へ情報提供をしてまいります。私からは以上です。
会長、青木総務部長、はい、私からは1、塩尻市地域防災計画と具体的な災害対策のうち5点についてお答えいたします。はじめに括弧に避難所設営計画についてお答えいたします。大規模災害が発生した際に避難所を開設する場合、その開場は施設管理者や市の職員が行いますが、その後の避難所の設営と運営に関しましては、避難する地域住民の皆様に施設管理者や市の職員と連携し、主体的に参画していただくことになっております。避難所の設置運営を具体的にどのように行うかにつきましては、すでに市内全10地区で避難所運営委員会を設置し、避難所開設運営マニュアルを策定していただいており、避難所の開設までの流れや運営の体制づくり、避難者名簿等の各種様式についてもマニュアルの中で定めていただいております。次に福祉避難所につきましては、災害の発災直後に直ちに福祉避難所が立ち上がるわけではございませんが、災害の状況や避難者のうち高齢者や障害のある方等の要配慮者の人数や配慮の度合いなどから福祉避難所が必要と判断した場合に開設することになります。現在本市におきましては、指定避難所として指定している131施設のうち、各支所やふれあいセンター等16施設を福祉避難所として指定しております。本市が福祉避難所として指定する施設は、要配慮者が利用しやすいよう車椅子用のスロープや障害者用トイレがあるなどバリアフリー化されていること、施設内に要配慮者の状況に応じた居室が確保できること等を考慮して指定しておるものです。またトイレ対策といたしましては、備蓄倉庫内に備品として準備しているトイレはポータブルトイレが16台、組み立て式のワンタッチトイレが128台、排泄物を処理する袋は5万3400回分準備しており、その他マンホールトイレにつきましては全7箇所48機の準備をしております。次に括弧4、防災情報提供体制と高ぼっち FM 放送の活用についてにお答えいたします。災害時における市民の皆様への情報伝達手段の確保は非常に重要なことであり、市では同方系防災行政無線による放送をはじめ、ホームページ、緊急メール使用尻、SNS 媒体の活用、携帯電話各社から携帯電話等に配信される緊急速報メールなど、災害情報伝達手段の多様化に努めてきたところです。地域防災計画上の位置づけにつきましては、塩尻コミュニティ放送株式会社、通称高ぼっち高原 FM とは、災害時におけるコミュニティ FM 放送に関する協定に基づき、災害時の情報提供を迅速に行い、防災体制の充実を図ることや、避難に関する情報及び被災状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時行うこととしております。協定の内容につきましては、 J アラートで緊急地震速報や弾道ミサイル情報などの緊急の情報を番組放送中に割り込んで放送する緊急割り込み放送、災害時に市民の皆様に必要な情報を可能な限り優先して放送していただく災害情報放送、大規模災害時には
臨時災害 FM 放送局の開設に協力いただくといった内容になっております。また日常的な高ぼっち高原 FM との連携につきましては、緊急割り込み放送の動作確認のための月1回の緊急割り込み試験の実施、市民総合防災訓練において臨時災害 FM 放送局の開設訓練を兼ねた訓練状況の生放送など、日頃から災害時を見据えた高ぼっち高原 FM との連携と活用を通して、市民の皆様に身近に感じていただき、いざという時に活用いただけるよう努めております。次に括弧6、奈良川地区防災総合整備事業についてお答えいたします。奈良川防災施設につきましては、旧奈良川支所および旧図書館奈良川分館の跡地に防災備蓄倉庫の建築と防災広場の整備を予定しております。計画にあたりましては、災害時に孤立する可能性のある奈良川地区の皆様のご意見をお聞きしながら、地域住民や観光客を想定した災害時の水や食料等の備蓄と、物資集積拠点として国や県からの支援物資の受け入れ、仕分け、配送といったターミナル機能を兼ね備えた鉄骨造平屋建て延び床面積160平方メートルの防災備蓄倉庫と、防災あずま屋やかまどベンチなどを備えた防災広場の整備を計画しております。今後のスケジュールといたしましては、令和6年度早々に入札を行うとともに整備工事に着手し、年度内の完成を予定しております。続きまして、括弧7、姉妹都市との総合応援協定についてお答えいたします。姉妹都市との災害時応援協定につきましては、南伊豆町、糸魚川市および袋井市と締結しており、お互いの町または市において災害が発生した場合に被災自治体の要請に応え、応急対策および復旧対策を円滑に遂行するために体制について取り交わしを行っているものです。具体的には、食料や水、生活必需品等の物資の提供、救援および救助活動に必要な車両等の提供、応急復旧活動に必要な職員の派遣、ボランティアや被災者の住宅の斡旋等について要請された自治体側は、可能な限りこれに応ずるよう取り組むといった協定内容になっております。姉妹都市間における災害に備えた情報交換や協議としましては、普段はなかなかそういった機会も少ないことから、姉妹都市交流等の折を見て、お互いの状況や取り組みの現状等について確認をし合う等の場を設定することも今後は必要になってくると考えております。次に括弧8、地域防災計画の見直し等についてにお答えいたします。まず塩尻市防災会議の実施状況につきましては、令和4年度につきましては5年程度を目途とした塩尻市地域防災計画の大規模な計画修正があったことから、11月と2月に2回会議を開催し、おのおの専門的な知見を持った委員の皆様からご意見等をお聞きする中で、計画の見直しを行いました。令和5年度につきましては、本年2月中の開催を予定しておりましたが、今回の計画の改正内容が関連する制度の改正、国や県の防災計画の見直しに伴う軽微な内容であったことから、防災会員の委員の皆さんのご了承を得た上で、対面での会議は開催しないこととし、修正内容を確認していただく書面審査による計画修正とさせていただきました。
なお、変更の主な内容につきましては、過去に発生しました災害を踏まえた修正、南海トラフ地震臨時情報への対応、その他関連する法令の改正や、最近の施策の進展等を踏まえた修正となっております。また、ハザードマップにつきましては、今年度末の完成に向けて更新作業を進めております。全国配布する冊子版と、パソコンやスマートフォン等でも確認できるウェブ版の作成を行っており、ウェブ版による外国語対応や、スマートフォンで QR コードを読み込むことで、本市を訪れた方でもすぐにハザードマップの確認や位置情報の取得が可能な仕様で作成をしております。次年度における冊子版の確保配布と、市民の皆様を対象とした地区説明会の開催等を予定しておるところです。私からは以上でございます。百瀬市民生活事業部長。私からは括弧3、災害廃棄物、災害ごみの処理についてお答えいたします。近年頻発する自然災害による被害を軽減するため、国では大規模災害の発災直後からの応急対策や復旧、復興対策について必要事項を取りまとめた災害廃棄物対策指針を策定しています。市ではこの指針を踏まえ、塩尻市地域防災計画に基づく塩尻市災害廃棄物処理計画を令和元年6月に策定し、大規模地震や風水害などの災害により発生する災害廃棄物を適正かつ円滑迅速に処理が図られるよう、災害廃棄物の発生量を推計し、仮置き場の設置や中間処理最終処分の方法等を記載をしております。その中で比較的被害が大きいとされている松本市安住から鳥居峠付近を経て伊那に至る境峠神谷断層帯による地震では、推計する災害廃棄物の量は約3万4300トンを見込んでおり、本市の平時のごみ排出量の約2年分に相当するものと推計をしております。災害廃棄物の処理の流れですが、発災後道路等の障害となる災害廃棄物などを一時的に臨時集積所に集め、次に選別や保管などを行う仮置き場を設置し、木くず、畳、金属くず、ガラスくずなど分別することでできるだけ資源化に努め、それ以外は松本クリーンセンターなどでの焼却処理や最終処分場への埋め立て処理をすることとなります。なお計画では仮置き場の候補地として柿沢の塩尻クリーンセンターと朝日村の最終処分場を選定しておりますが、災害の区域や規模等に応じ適地を指定することとなっております。災害の規模によっては災害廃棄物の量が多いため、広域的連携はもちろんですが、焼却や埋め立ての処理能力を超えることも想定されるため、令和2年に民間事業者等と災害廃棄物の処理に関する基本協定を締結し、さらに現在災害廃棄物の収集運搬処理業務の強化に向け関係団体との協力体制を検討しており、迅速な対応が取れるよう備えてまいります。私からは以上です。曽根原建設事業部長、
私からは括弧5、建築物や水道施設等の耐震化率についてお答えいたします。本市の住宅の耐震化につきましては、令和3年3月に公表した塩尻市耐震改修促進計画第3期に基づき、総合的かつ計画的に取り組みを進めているところであります。市内住宅の耐震化の状況につきましては、平成30年の住宅統計調査を基準に、令和4年度末の住宅総数は2万7150棟あり、そのうち昭和56年以前に建てられました耐震化が必要な住宅は3924棟で、耐震化率は 85.5% となっております。耐震化の促進につきましては、令和7年度末までに計画目標値の 92% を目指し、無料の耐震診断や耐震改修工事の補助制度等各施策を展開しているところではありますが、改修費用の課題に加え、後継者がいないなどの理由により、耐震化が進んでいない状況にあります。しかしながら、能登半島地震をきっかけに、耐震にかかる市民からの問い合わせが増加しており、今後さらに関心が高まってくると想定されますので、引き続き補助制度等の啓発を強めながら、耐震化の促進を図ってまいります。また、県の新年度予算に、住宅の耐震化を加速するための補助制度の拡充にかかる予算が計上されておりますので、動向を注視しながら市民に対し制度の活用を促してまいります。なお、塩尻市住宅建築物耐震改修促進事業補助金の利用状況につきましては、平成17年の補助金創設から173件の利用があり、令和5年は現在までに耐震改修等での利用が12件となっております。次に、私有施設のうち災害拠点施設などの耐震化につきましては、対象施設132施設のうち131施設が耐震化されており、耐震化率は 99.2% となっております。次に、市営住宅等の耐震化の状況につきましては、16団地94棟のうち80棟が耐震化されており、耐震化率は 85.1% であります。市営住宅の耐震化の取り組みにつきましては、塩尻市公営住宅等長寿命化計画に基づき、用途廃止による建物の除去や、老朽化が進む住宅の建て替えを計画的に実施しているところであります。次に、橋梁の耐震化につきましては、兵庫県南部地震で被害の大きかった昭和55年以前の旧耐震基準により仮設された橋梁や、熊本地震で橋脚の倒壊により問題となりました緊急輸送路上の古道橋などの需要度の高い耐震補強が望ましいとされる橋梁は本市に21橋あり、そのうち9橋について架け替えや耐震補強工事を実施しております。市が管理する255橋の安全性については、平成26年7月から義務化されております5年に1度の定期点検により健全度を確認する方法で維持管理に努めておりますので、耐震補強が未実施となっている12橋につきましても、この点検結果を参考に必要に応じ耐震化対策を進めていく考えであります。次に、水道管の耐震化につきましては、延長 636.9km、 そのうち耐震性能を有する管路および耐震適合性のある管路は令和4年度末までに 216.6km が整備され、耐震適合率は 34% となっております。次に、下水道管の耐震化につきましては、公共下水道の管路延長 430.6km、 そのうち耐震性を有する管路は令和4年度末までに 239.4km が整備され、耐震化率は 55.6% となっております。引き続き、水道事業アセットマネジメントや下水道ビジョンに基づき、
計画的に上下水道管の耐震化に取り組んでまいります。私からは以上であります。会長。青木総務部長。はい、私からは3、公文書のデジタル化とデジタル都心集についての括弧1、公用文書類のデジタルアーカイブ化、保存と活用についてにお答えいたします。はじめに、本市の公文書のデジタル化の状況についてお答えいたします。本市では、令和2年度に文書管理システムを導入し、従来、紙媒体で処理をしていた公文書の作成、決裁、保存に係る事務をデジタル化しております。その目的としましては、紙の削減による環境負荷の軽減をはじめ、決裁処理に係る事務効率の向上、保存文書の管理の適正化、文書の検索性の向上による情報公開への迅速な対応などがございます。導入の効果としましては、紙の使用量につきましてはシステム導入前と比べ1年あたり約45万枚約 11% の削減が図られ、決済にかかる時間につきましては推定値ではありますが、システム導入前と比べ年間約2000時間の短縮が図られるなど、その効果が現れてきております。また、近年、業務量の増加に伴い、保存文書が増加し、書庫の容量確保が課題となっておりますが、保存文書のデジタル化が進むことで、将来的にはこうした課題も解決されてくるものと考えております。一方、データの消失や漏洩、記録メディアの劣化、陳腐化など、デジタル化によるリスクも一定程度はあるものと認識しておりますが、安全性の高い庁内ネットワーク内での運用による不正アクセスの防止、データ消失リスクに対するバックアップ措置を講じているほか、職員の過失や故意による文書の削除、改ざん対策として、職員ごとの操作履歴の保存や、完結した文書を変更・削除できないようなシステム管理をするなど、将来にわたって公文書を適切に管理するための対策を講じております。次に、公文書館についてお答えします。歴史資料として重要な価値を持つ公文書等につきましては、現在、古文書、志士編纂資料及び旧役場文書の3種類に区分し、それぞれ管理を行っております。古文書につきましては、江戸時代以前に塩屋などを務めた個人宅に残されていた文書を中心に、寄贈や購入により入手したものを、塩尻総合文化センター3階の古文書室において、希望に応じて、閲覧に供しております。また、志士編纂資料につきましては、同じく総合文化センター3階の旧市立図書館閉館に保管し、希望に応じて閲覧に供しております。さらに、旧役場文書につきましては、各支所の倉庫などで保管されていた旧片岡村、総賀村、瀬場村、筑町村および奈良川村の文書を令和2年度から総合文化センター3階の旧市立図書館に集約し、評価選別、目録作成、クリーニング、保管といった整理作業を行っております。これまでに旧筑町村文書1073点の整理を完了し、現在は旧瀬場村文書
約7500点の整理作業を進めているところで、令和8年度の公開開始を目指しております。公文書館の新設には多大な費用と時間を要することから、まずは総合文化センター3階の旧図書館を公文書館機能を有する施設として運営をし、近接する図書館と連携を図りながら歴史的公文書の保管と活用を進めてまいります。また議員ご指摘のように、歴史的公文書を市民共有の財産として活用していくためには、デジタルアーカイブ化は非常に有効な手段であると考えておりますので、今後先進自治体の事例等を参考に研究をしてまいります。私からは以上です。久留米障害学習部長。私からは括弧に図書館のデジタル化とデジ図書新集についてお答えいたします。図書館サービスにおいてデジタル化された情報の提供がますます重要性を増しております。当市におきましても、国立国会図書館が構築運用する検索サービス NDL サーチやジャパンサーチ、県立長野図書館による信州ナレッジスクエアなどのプラットフォーム、学術研究機関による論文データベース、さらには民間が提供します商用データベースなど、デジタル化情報源を駆使した図書館司書によるレファレンスサービスや、市民が利用できる情報取得環境の提供に努めております。一方、塩尻市史、区史など地域資料のデジタル化と公開活用は今後の課題であると認識しております。昨今、インターネットを介し電子書籍を貸し出し閲覧する電子図書館サービスが全国の公共図書館においても普及してきております。書籍を電子化したことにより、場所や時間を問わず利用できることに加え、音読や文字拡大など読書バリアフリー機能も活用できます。長野県では県内全市町村との共同事業として、全県民向けの電子図書館サービスデジ図書新集を令和4年8月に開始いたしました。県全体での実績は令和5年11月末現在で、蔵書数26568冊、登録者数15649人、貸出冊数は98872冊という状況でございます。塩尻市民の登録者数は令和6年1月現在で888人、累計貸出冊数は5008冊にとどまっており、県を中心に関係市町村が連携し、さらなるサービスの周知を図り利用を促進する必要がございます。なお、学校での活用に向けた県内での先行事例として、昨年6月に岡中学校全生徒の利用登録を行い、利用を開始しております。本年4月以降には他の小中学校にも拡大し、全児童生徒の登録利用ができるよう準備を進めているところでございます。図書館のデジタル化や電子図書館の活用は、これからの図書館サービスに不可欠なツールではございますが、従来の紙媒体での収集、整理、保存、提供はデジタル化資料とともに今後も有用な情報資料と考えます。それぞれの情報資源の特性や強みを最大限に生かしながら、時代の変化に対応した進化する図書館サービスの向上を目指してまいります。私からは以上です。
百瀬市長。私からは4、奈良川診療所の運営について、括弧1、奈良川診療所経営の将来見通しについてお答えいたします。奈良川診療所の運営につきましては、令和3年の開設以来、平成3年の開設以来、多くの皆様や関係機関のご理解とご協力のもと、途中約1年間の休止期間はありましたが、現在も診療を継続し、奈良川地区の地域医療を維持しております。令和6年4月からの診療所の運営につきましては、新たに松本市立病院に診療業務を委託し、診療日数は月曜日と水曜日の週2日間、診療時間は午前9時から12時までの午前中とし、診療科目についてはこれまでの内科に加えて外科も標榜することとし、診療内容を充実する中で運営をしてまいります。また診療日に保健師を配置し、地域住民の皆様の健康相談に応じられるよう体制を整えてまいります。令和4年度以降、診療日数の減少や新型コロナ感染症などの影響で受診者数が減少し、診療収入の実績が予算を下回る状況が続いていることから、令和6年度当初予算案の診療収入につきましては、当初から大きな増加を見込まずに、これまでの実績に基づき計上をしております。しかしながら、診療日数や診療科目が増えて利便性が向上することにより、受診者が増加することを期待をしております。診療所の安定的な運営のためには、診療収入が増えることが必要不可欠であります。多くの地域住民の皆様に奈良川診療所をかかりつけ医としてご利用いただけるよう PR に努めるなど、経営的な視点を持って運営していくことが必要と考えております。さらに医療全体として、医師など医療従事者の不足等の課題もあり、医師や医療機関の負担軽減も考えていく必要があります。対面診療だけでなく、オンライン診療や訪問診療など、奈良川地区を含め、市全体で効果的、効率的な地域医療体制の構築に向けて研究を重ねてまいります。奈良川地区の医療体制の確保は重要であり、令和4年3月からこれまで、学校法人松本歯科大学のご協力により、診療を行ってまいりました。松本歯科大学のご関係の皆様には、奈良川地区の医療を支えていただきましたことに対し、深く感謝を申し上げます。今後も奈良川診療所の安定した運営を継続できるよう、診療業務委託先と連携し、そして協力し進めてまいります。私からは以上でございます。この際申し上げます。本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ延長します。それでは篠原議員の質問を許します。篠原俊宏議員。はい、ありがとうございました。質問順に沿って、再質問をさせていただきます。まず災害関連が多かったわけでありますが、要配慮者の支援計画ということでお尋ねをしました。支援プランということで、実際の実行計画というか、これができているというふうに理解はいたします。いわゆる生活弱者って言われる皆さん、いざ災害が起こるとですね、これは能登でもそう、東日本でもそうでありますが、真っ先に一番危険な状況になるということが予想もされますし、実際そういうことが起きておりますので、ぜひこれは今先ほど部長言われました要配慮者、この皆さんに事前にですね、このリスクも含めた、あるいは避難の仕方、
こういったことをですね、徹底して伝えていただく、そういう努力をしていただきたいなと思います。ちなみに、私のとお話をさせていただいた、障害者の方からもいろんな実は細かい、要望事項をいただきました。こういうこともあるよ、こういうこともあるよ。これ次 の、 避難所と の、 関係もありますが、位置にちょっと挙げさせていただくとですね、まず隣近所と の、 この方はろう者の方でありますので、そういった立場とか状況でありますが、周辺 の、 隣近所の皆さんとのどうしてもコミュニケーションが取りにくい、そういった状況があるので、ぜひこれは市長さんにお願いしてほしいって、市長さんは理解がとてもある、そういうことでぜひ お願いをしてほしいって言われましたので伝えますが、公民館を主体に地区ごとにぜひ手話、教室、これをぜひやってほしいと。そしてろう者、聴覚障害者の皆さんがこういうところにこうやってお住まいになってるっていうことを、健常者の皆さんに理解をしていただくと、そのことが実は災害の時に非常に心強いし、それが一番私たちにとってありがたいというお言葉がありましたので、ぜひ公民館を通じたですね、手話教室、これを充実させていただきたいなと。これはで教室に通っておられた市長、いかがですか。毛瀬市長。はい、いわゆるですね、こう社会的こう弱い立場の方へ避難所で苦労されることは十分理解をしております。教室もしかりでありますけれども、今やはりこう、ね、スマホ等でこう喋ると文字になってですね、こうコミュニケーションが取れるとか、そういうツールもありますので、さまざまな、こうツールを使ってですね、きちんとコミュニケーションが取れる、そういったこう講座等も開いて市民の皆さんの理解を深めていきたいと考えております。篠原敏郎議員。ありがとうございます。今次に言おうと思ったこと先に一緒に言われてしまいました。今言われるようにスマホが非常に今機能が多様化して高性能になっているということで、今市長が言われた機能、これはやっぱりろう者の皆さん、聴覚障害者の皆さんがもうどんどん今使い始めておりますので、そういった環境がより整っていくという方向でぜひ市も対応をお願いしたいと思います。それと今の話でね、スマホと連動した AR メガネっていうのがあるそうでありまして、これは何かっていうと、会話のがリアルタイムに字幕になってかけたメガネのところに文字が現れる、そういった技術が今すでにできている。これはスマホとの連動だそうであります。ですから、まあ、こういったハイテクあるいは最先端の技術等が、障害者の皆さん の、 環境を良くする救うということがありますので、ぜひそういったツール、技術を生じるで真っ先に取り入れるというような方向で、例えば避難所にそういったものをこう導入するとか、こういう災害関連で私は今質問しておりますが、危ない時にこれはやっぱり役に立つ。でこれはそのろう者の皆さんから今言われたそういった機能のものがあると、ぜひこういったものを考えてほしいというお話になりますので、これを伝えさせていただいて、ぜひ前向きに検討いただきたいなと思います。あとですね、ろう者の皆さんは倒壊家屋で閉じ込められた とそういった恐ろしい状況を想定したときに声が私たち出せません。ですからこれは携帯できる、音と光が出る、そういったものを、これをまあこれは今言うとスマホがやはりそのような機能をかなり持っていますので、これもかなりスマホが役に立つのではないかなと思いますが、こういったものを考えていただきたいなということであります。お伝えをさせていただきたいと思います。それとですね、次にトイレの関係であります。これはやはり今の能登のもそうでありますが、避難所、福
含めてあのトイレ対策というのはやっぱり一番環境としては衛生も含めてですねあの課題になるということの中で、まあ、市 の, あの備蓄あの一覧見ますとかなりトイレ関係も充実してあの来ているなと思いますが、あの先ほど、数字的には5万3400回分の簡易トイレというふうに あのありました。ただまあ5万3000って言ってもこれはあの毎日あの1回ずつ みんなが使うということを想定するとあのすぐにまあなくなる、そういったあの数字でもございます。あのぜひあの厚めに、備蓄 を配慮していただけたらなということ、それとあのマンホールトイレについてはあの新しい施設あの等で今あの普及、さっき7箇所というふうにありましたが、まあ、あのマンホールトイレが本当は一番いいわけでありますが、こういったもの あの普及をこれからも、考えていただきたいなと思います。あとですね、福祉避難所についてはあの意味はよく分かりました。あの先ほど申し上げたように、生活弱者の皆さん、あの要支援者 あの皆さんがあの真っ先に本当に困る状況になります。あのそういう意味であの福祉避難所の立ち上げについては、まあ、本当に真っ先に考えていただくという方向であの扱っていただきたいなと思います。これは要望にさせていただきます。もう一つあの応急仮設住宅、これは避難所ではないんですが、避難所 あのことが一見あの落着ではないですが、一段落すると次に必ず出てくる問題が応急仮設住宅であります。あの能登のでも今先ほど私質問で申し上げましたが、まあ、非常に遅れ気味ということで、あのかなり復興あるいは生活の支援回復に支障をきたしているというあのニュースでございますが、あのこれに関してあの、総務長いかがですか。あの現状どのくらいどんな認識でおられるか。その原建設事業部長。すみません、私の方からお答えさせていただきますけれども、あの議員ご承知のとおりですね、応急仮設住宅の対応につきましては、災害救助法が適用された場合は、県が、それ以外の場合はですね、市が建設などの対応することとなっております。建設用地場所につきましては、地域防災計画の中で候補地16箇所を位置づけております。でその候補地につきましては、ライフラインの状況ですとか敷地の面積などを確認しておりますし、応急住宅のですね、建設可能戸数を算出しております。なおですね、応急仮設住宅の建設につきましては、長野県応急仮設住宅建設マニュアルに使用等が定められておりますので、実際に災害があった場合はそれに従って整備を進めることとなります。なおですね、先ほど申しました候補地16箇所にですね、どのくらい、建設可能かということで、まあ、一般的にですね、最初面積が大体70平米、最大面積で100平米とあのこのマニュアルの中で謳われておりますので、まあ、100平米で、住宅を作った場合にですね、おおむね16箇所で、1241戸を塩尻市内で仮設住宅ができるといった試算をしているところでございます。篠原敏郎議員。はい、あの分かりました。これもあの実践で あっては困るんですが、いざあの災害地震があの相当程度の地震が起きると必ず出てくるあの問題であります。あのぜひこれはあの実践を想定した、訓練も含めたですね、あの調達計画、あのそして建設計画、これをあのぜひ実際にやっていただきたいなと思います。それともう一つは、テント、あのワンタッチテントというのが市の計画書の中にありますが、それがどういったものかというのは、あの今ここではもう時間ないので聞きませんが、あの
130いくつ今想定されてますが、私がぜひ提案したいのは普通のテントです。ワンタッチテントっていうのは、横幕がないものも含めてワンタッチテントっていうのはあるわけですが、生活が一応できる形の横幕付きのものを最低考えてもらいたいわけですが、ワンタッチテントではなくて普通のテント、これが体育館の中とか仮設住宅をやったときにプライバシーの保護、衛生の保護、これも含めて設営 のしやすさも含めてこれは非常に有効ではないか、あるいは総合援協定だとか地域の広域連携、こういったときに塩尻市では即それが他の自治体へも、供給ができるというようなことで取り回しもいいと思います。非常にいいものが今出ておりますので、ぜひこれは予算との相応もありますが要望事項にさせていただきますが考えていただきたいなと思います。あと、災害廃棄物、これについては分かりました。一点ですね、これはここのところではなくて最後の、地域防災計画の見直しのところで言おうと思ったんですが、地震の被害想定、これがですね、6強、糸静断層帯の部分、あるいは、神谷断層、どちらも大きなものが来るようになってますが、6強と、これが他の例を今まで見ますと、6強を想定していたところが、東日本、熊本、そしてイブ北海道の胆振、そして今度の能登、これがみんな6強ではなくて7を経験をしております。このほんの十数年の間に震度7がそうやって想定を上回るという言い方をされて超えて、その結果がれきの山、ああやって家屋も潰れてしまうということことになりますので、ぜひこれは市だけではこれはできません。この想定は塩尻市だけで7を想定するわけにいかないことは十分承知でありますので、これはやっぱ国県との中でぜひこれは弱めではないか、そういった検討を提案をしてですね、強めにこれは備えた方がいいんではないかというふうに、これも提案にさせていただきます。次に帯状疱疹ワクチンについては、先ほど、質問答弁は結構でありますが、一点本当に私の周りでこの2年くらいの間に帯状疱疹にかかった方が地下まで3人もいまして、みんな実はひどい目に遭っております。3ヶ月入院した方、あるいは6ヶ月経って今でも、神経痛に悩まされているそういった方がいます。そして それにそういったのに備えて自分で帯状疱疹ワクチンを打ったけど、あれは高いと、あれはなんとかしてほしいっていう、こういう方もいます。帯状疱疹に関しては私の周りで今本当に人事ではなくて出ておりますので、先ほど小松議員の質疑の中で経緯とあれが分かりましたので、ぜひ私の方からも帯状疱疹に関しては、考えていただきたい。それと、任意接種ではなくてですね、定期接種の方にぜひ、これは公明党さんが頑張ってやっておられるというお話でありましたので、いいことかと思います。ぜひそういったことを挙げていただきたいので、これも要望にさせていただきます。次に雇用文書のデジタル化、これも先ほど話はよく分かりました、ペーパーレスの効果が上がっているということでありますが、一点リスクの認識、これがですねやっぱり怖い部分がございます。見えない資料であります。それと委託業者が、これ一点お聞きしたいんですが、委託業者がですね決まると、その業者はもう後変えられない
そういったことがあるのではないかなと思いますが、実際いかがでしょうか。例えば図書館の方の、デジタル化といったときに、デジタル初心集と、デジタル初心集については県がやっててそこに参加という形だ、だからいいと思いますが、一旦アーカイブを預けると、そうするとそれを変えられなくなると、そういう仕組みではないかなと思いますが、どちらでも結構ですが、いかがでしょう。久留美障害学習部長。はい、基本的には図書のですね、デジタル化については、基本的には県が管理運営しているものでございますので、それでリスクはないというように認識しておりますけれども、その他のですね、検索サービスについてのデジタル化 の、その情報の精度についてはですね、ある程度、精査をしながらですね、利用する必要があるというようには認識としてございます。篠原敏郎議員。わかりました。行政の方 の、 このデジタル化、あるいはデジタルアーカイブ、それと図書館の方もそうでありますが、目に見えない便利なものであると、ですからこれは推進をする以外にないわけでありますが、一方見えないデータ、これが一人歩きをしてしまう、あるいは一瞬で消えてしまう、こういったリスクを抱えたこれはデータだというふうに私は思います。ですからこれはぜひそこの認識だけは担当の皆さんぜひ持っていただいて、さすればこれは非常に便利でありますし、これからの活用方法だと思いますので、推進をしっかりそれでしていただくというふうにするべきだと思います。ぜひこれはそんな方向でお願いをしたいと思います。最後に奈良川診療所の、将来見通しということでありますが、これは先ほど市長の方から、報告がありました。現時点で、ですね、委託先が変わったと、変わったいきさつやその内容については、今、ここで詳しくやり取りをするつもりはありませんが、私が言いたいのはですね、利用の診療所という機能が、地元 の、 利用者が増えないまま赤字が増えていく、あるいは赤字の幅が固定していくという、これは今構図になっているというふうに私は思います。ずっと続けてもちろんやっていただきたいですが、今の週1日あるいは2日で今の状況を続けていくと、診療収入は220万円くらいですが、これはかつては6000万から8000万円の収入を得て、週4日ないし5日の営業をやっていたわけです。週4日から5日をやることで地域の信頼を得て、そしてお客様っていうとあれですが、患者が信頼をしてついてくる。ですからこれは今の状況を週に1日あるいは半日ずつ2日という状況をやっている限り、お客様は増えていかない、そういうこれは構図だとすると、収入は200万いくらで、経費は2000万3000万かかると、差し引きすれば2000万以上の赤字が恒常的に続くっていうのが今の状況です。ですからこれはやはりお客様っていうとあれですが、増やしていただく、そのことが次に永続していく、これはそこにつながるというふうに私思いますので、そのためにはじゃあ何がどうするべきかといったら、週1日とか2日 の、 営業しかできない仕組みでは永続は難しいんではないか、私地域に住んでいる者として本当に危機感を覚えます。これはですからもうこうなってしまって、今年はこれでいくと
という予算も組まれている状況でありますので、ここで反対とかいうことではなく推移は見守らせていただきますが、ぜひこれはこれで固定をしてしまうではない、で将来的には最低週3日4日営業ができる、そんなそうすればお客様、お客さん、患者がこれは増えてついてくるというこれは仕組みだと思いますので、ぜひこれはちょっともう一度考えていただいて、今年について、あるいは市立病院の協力だとか、これはありがたいことでありますので、そういったことは継続しつつ自前で、週3日ないし4日の診療が実現をするということをぜひ考えていただきたいなと、これは要望にさせていただいて私の一切の質問を終了させていただきます。以上をもちまして、篠原敏郎議員の一般質問を終結いたします。お諮りいたします。本日の本会議はこれにて宴会としたが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本日の本会議はこれにて宴会といたします。誠にお疲れ様でした。